Apple Watch 5 44mm LCD フラットケーブルの交換、何か何回も何回もディスプレイ画面を交換しても直らないんで、もしかしたらこのフラットケーブルと中の IC なんか壊れてるんじゃないかと思ったら、フラットケーブルをもう一回取り替えます。544これでやってる。
けるのこれじゃない。
終わり。